どうもガイです。お疲れ様でございます。僕へのメッセージになりますけども、まあ僕がね、多分今回はその総合の師匠になると思いますんで、まあそれなりのね、かっこいいね、なんかサブタイトルとかもね、考えていきたいなと思うんですけども、とりあえずは暴君っていう風にストレートに呼んだ方がなんかね、ファイトクラブらしいかなと思いますんで、続けていこうかと思います。なんですかね、そのキックボクシングジムにも多分いると思うんですけども、これ全てのね、の教育コンテンツっていうか、そのいわゆる教育系の集まりの中にいると思うんですよ。私もその空手道場に行った時にいたんですよ。道場に来ることによってなんかこう自分のね、アイデンティティが保てるやつだから、練習はほとんどしないんですよ。で、試合なんて全然しないし、なんか結局ひょろくっていじめられっ子のままなんですよ。で、なんか喉乾いたなっったら、あ、僕ジュース買いに行ってきますって率先してね、ジュース買いに行ったりとかしてね、ちょっと変なやつだったんですけど、そういうのもいるんですよ。それ何が言いたいかっていうと、本当に強くなりたくてそのグループに入ってる人もいれば、そのグループの一員でいることによってちょっとこう強くなった気持ちになるっていうかね、なんかその生きがいが見つかるみたいな人がいるんですよ。で、これはね、例えばね、その今やってる民謡のコミュニティでもあるんですけども、民謡のコミュニティももうヒノキ舞台に立ちたくっていくらでも練習したいわっていう風な向上心あふれた人もいれば、大半の人がね、主婦の手習いでみんなが集まるからお茶目的に行くんだよ、でもお稽古もあるからちょっとやった気になりますわっていう人もこれいるんですよ。で、これどっちも大事で、なぜかっていうと、財政基盤はどっちが支えるかっていうと、もう本当に趣味でね、手習いでやってる方なんですよね。で、その方はもうなんか練習しまくって上手になりたいっていう思いよりも、そこに属することによって喜びを感じて、で、なんかちょびっとだけ出番があればいいわとかね、自分がソロでやる場面とか、もうとんでもないとんでもない、できませんできませんとかね、名取になりますって言ったら、いや、そんな目指してないんですよとか言ってからね、どちらかというと引っ込み思案で、その会に属していることが、まあ、アイデンティティかっていうかね、道具を持ってこう移動してみたりとかね、まあ、みんながお花見に行ってなんかこう盛り上がってる時に、あ、自分も呼ばれたいわとかね、そんなのがいるんですよね。で、私が20代の頃にそのバンドブームがありまして、まあ、バンドやってるんですよ。もう私のところはね、どんどんライブをやりたい方だったね。ライブをね、毎月毎月組んでいったりとか、対バンとかむちゃくちゃしたりとかね、まあ今でいうね、プロフェッショナルの人とも一緒にやったわけなんですよ。当時はまあみんな素人ですからね。で、とにかく客席ガラガラでもコンサートがやりたいみたいな感じでね、当時はYouTube もないし、テレビカメラも高価だったんで記録がほとんどないんですけども、でもなんか自分は音楽っていうそのマーケットにいるんだなっていうことによって、なんかちょっとアイデンティティが保ってられたからね。で、その中にまたいたんですよ。まあ私も似たようなもんですけども、ファッションミュージシャンっていうのがね、ギターの袋を抱えて弾きもしないのに、それこそ弦なんて張ってないのにね、でいつも持って歩いてるやついるんですよ。で、なんかそう、旗目に見るとミュージシャンに見えるんですよ、そいつはね。髪ちょっと長くしたりとかね、こう色を金髪にしたりとかね。私も似たようなもんだったんで、まあ肩まである金髪でしたからね気持ち悪いですね、今考えたらね気持ち悪いんだけども、まあでもそんな大学生で、過ごしてましたけども、音楽をやっているってことでなんかね、自分の存在価値を自分で感じるとかで、なんか旗見に見たら、その何ですかね、合コンとか行っても、まあ軽音楽部の部員だったりとかね、それからミュージシャンなわけですよ。何も知らない女の子から見たら、わあかっこいいなんですよ。でも歌も下手だし、楽器もほとんどできないんですよ。でも旗目に見たら、いつも楽器持ってこうやってね、ドラムでもないね、こうやってリズム取ってるかっこいいんですよねはい、ちょっと長くなりましたけども、格闘技ファンの中にはその道着を持ってね、うろうろすることにちょっとねこうなんか興奮を感じる人もいて、実際に試合とかやらないんですよ、そういう人はね。でもそういう人も大事だと思うんですよ。で、今度リファイトクラブっていうのは当然ですけども、そんなこれからね、格闘技界で名前売っていこうみたいなのはとんでもないですよ。でも健康のためとか楽しみのために、トレーニングだけでもやってみたいとかね、最近ではそのボクササイズってやつがあるじゃないですか。なんかボクシングのその竹原さんとか畠山さんみたいな世界のチャンピオンが2人揃ってね、ボクシングを教えるんだけども、ボクシングそのものじゃなくて、ファイトじゃなくって、そのエクササイズに落とし込んだ、もう女性でもできるボクシングみたいな感じで、ステップ踏みながらダイエットしましょう、健康になりましょうみたいな。で、あと減量っていうのはね、ボクサー得意ですからね、食事を制限する方法とか、満腹になるんだけどもカロリーが増えないような食事とかね。なんかそのガチンコファイトクラブの竹原さんっていうのは、ダイエットする時って全部コンビニでやってたらしいですね。コンビニ以外に店知らないとか言って、コンビニの低カロリーのなんか鶏肉とかを食べて、でなんかおにぎり2個食べるとかね、
なんかそんな感じでもねできちゃうんだなっていうところを考えると、その健康食品とか特別な調理をしなくても、なんか手軽にね手に入るようなそんな原料食とかあるんじゃないかなと。あの中山きんに君っていう人がね YouTube チャンネルやってて、彼の見た目って今40過ぎてんのに20代と変わんないですよね。それはなんかね10代の頃から健康法とかにすごく気を使っていて、肌のケアとかもむちゃくちゃやってたらしいんですよ。で今でも手軽に変えてお腹いっぱいになるんだけども、カロリーがほとんどつかない100キロカロリーぐらいの食事とかをなんか YouTube で紹介してくれたりとかして、そういうのもねやっぱこうリファイトクラブのなんか入会の特典の一つになるんじゃないかなと思うんですよ。はい、それでね、あのエントリーシートの件ですけども、まさにね暴君の言った通りいいのができたじゃないですか。あんな感じですよ。でプロフィールにはどんなことを書けばいいのかっていう一つの例を指し示すんだけども、まあ基本的には自由でね、別に体重隠したいやつは隠せばいいと思いますし、そもそも本当にその体重かどうか分かんないじゃないですか。まあ身長とかもちょっとサバ読んでいいよみたいな感じとかね。でそもそもこれがもう言ってみれば格闘技コスプレって言ってもおかしくないんですよ。でもそうすることによってだんだん意識が高まっていってね、どうせだったら本当にやろうかなっていう気持ちに高まってくると思うんですよ。うん、であとそういったね言ってみれば本当のリングに上がろうと思っていない人でも、なんかその軍団を従えて暴君がね新しいマーケットのそのチャンピオンというかね、王者になれると思うんですよ。でそういったたちの中から本当にマスボクシングができる人を育っていったりとかするのは、やっぱ40代50代のねもう一回ファイトしてみたいなっていう風な、ちょっとこう胸の中に若い頃の思いがくすぶってる、まあ、中年男性にもう一回ねやってみよう、一花咲かしてみようっていう風なステージを与えてくれるんではなかろうかと思うんですよ。でしかもキックボクシング歴も十分あるし、でも体も全然ね躍動感あふれてあれほどのファイトができるんで、もう信頼感を持ってついてくると思いますしね。まあ、ですんで、まあ、私もここまで関わってきた以上ね、そのリファイトクラブの、その、まあ、偉そうに言うとアドバイザーみたいな感じで、いろんなアイデアを出すし、私もその、選手っていうかね、エントリーした、まあ、クラブ生の一人として、ちゃんとトレーニングもやりますし、まあ、ちょうどダイエットもしなくちゃいけない時期なんでね、ダイエットしたりとか、健康診断の結果とかをね、こう、発表し合う回でもいいじゃないですか、そういうのとかね。なんか様々できるんじゃないかなと思うんですよ。でもう早速ねリファイトクラブに興味を持ったその株スクールのストーンさんがいるんですよ。彼は私と同じ年齢で同じようなこう生活スタイルを持ってて、家族がいて副業で株をやっていてみたいなね。であのリファイトクラブの動画を見てるそうなんですけども、ちょっと興味があるんでってこと言われてたんで、彼にもアプローチしてもいいのかなと思いますし、なんか他のねやっぱ40代50代ぐらいでちょっと健康に気を使わなきゃいけんなっていう意識の人は、うん、まあ、私の放送を通じて見てる人っての多いと思いますんでね、うん、あれでしょ、あのお金、仕事、恋愛、健康の4つのテーマでやってるわけですから。で特に私の場合はロスジェネ世代に向けて打ち込んでるんで、あのコンテンツをなんか結構反応してくださるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、あのすぐに形にならなくても、とりあえず、まあ、暴君と私でこう核になってると思いますんで、そっからあの地道に広げていく部分とね、でそれがまあなんか一つのグループになっていったりとかすると、多分そっちの方がね、なんかこうメインに僕自身がなっていければ、まあ、私も一つね、そのプロデュースに関してまあレールに乗せられれば嬉しいなと思いますしね、この成功例をたくさん作っていきたいと思いますし、本当昨年はねガチンコマッチョクラブっていうものがあって、その100キロ以上体重があるそのねミスター M っていう人を、うん、これをね40代だったんですけども、ものすごく減量に成功して、もうほんとプロレスラーみたいな体験してね、すごく面白くやっていたし、動画コンテンツもいっぱい作ってくれたんでいけるかなと思ったんですけども、ちょっとねいろんな事情で、できなくなっちゃったところもあったみたいで、まああの例の感染症のこともあったんでしょうね、タイミングが合わなかったと思いますけども、まあ今はねそういった感染症を前提としていろんなトレーニングとかオンラインサロンとか組めると思うんで、オンラインジムとかね、ものすごくいいきっかけになるんではなかろうかと思います。はい、送っていただいた動画もすべてその通り素晴らしいなと思います。はい、ですんであのエントリーシートを受け付けて、入門を許可するみたいな感じで、当然これ体験期間っていうのがあってもいいと思いますけども、どっかで課金をしないといけないと思います。でその課金して集めたお金で、まあ、いろんなね暴君がトレーニング器具を買ってそれをレビューするコーナーを作ってみたりとか、実際に集まったお金でいろんな食材を試してみたりとか、サプリメントとか、それからあれなんだっけ、プロテインか、プロテインを試してみるみたいなコーナーやってもいいと思いますしね。全部持ち出しじゃなくて、やっぱこう、まあ、みんなで一緒に作り上げていくようなコミュニティになるといいですよね。みんなが当事者みたいな感じで。
そうすると、まあ、会費を払っていても十分意義のあるものできるかなと思います。だから無料でやるとね、これね、ずっと無料でやると僕のパフォーマンス落ちるんで、結局質のいいクラブができないんですよ。で、一定のお金を課金することによって質のいいものができるし、まあ、僕がね、いわゆる仕事に追われてオンラインジムの開発ができないってことにならずに、ちゃんとオンラインジムにもコストや時間をかけるような余力ができると思うんで、それはもう当然そうするべきだと思いますから、その辺のね、料金プランとか体験期間とかも決めていければいいんじゃないかなと思います。で、決済システムとかがもし必要だったら入れていくようにしたりとかね、ポータルサイトがもしかしたらいるかもしれないなっていうところも考えていくと本格的になってくるでしょう。はい、まあ、当面はあれじゃないですか、できるものだけで、もうメールとか LINE だけでいいんじゃないですか。 YouTube 使ったりとかね、荒削りでスタートしていきましょう。で、どん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 余裕ができていったら肉付けしていって、いい感じになったらね、本格スタートで会費もグッと上げたりとかしてね、 CM もバーンと打ったりとかしてかっこよくやればいいんじゃないですかね。ライフワークになれば幸いでございます。それではお疲れ様です。